ございます。ありがとうございます。喜びのコメント一言いただいてよろしいでしょうか。そうですね、やっぱり、まあ、時代劇をやらせていただくことを、まあ、今年初めて大河ドラマにも出させていただいて、やはりあの日本人らしさというか、そういうものを大切にしていこうっていうふうに改めて自分も、感じた1年だったので、で本当にこの1年の締めくくりにあの本当にあのこういう素敵な賞をいただけてとても嬉しいですね。